毎度、徹子です。朝鮮総督府の初代当官、伊藤博文の直筆と言われている韓国銀行旧本店の礎石をめぐって大騒ぎになっています。ニュースの詳細。12日、国会文化体育観光委員会の文化財庁国政監査で、チョンジスク委員長は、韓国銀行の提訴版交渉をいつ終えるかという与党の共に民主党、チョン・ヨンギ議員の質問に、今月26日までに、所帯専門家などと共に現地調査を終えると明らかにした。また、伊藤博文の文字であることが確認された場合、提訴版を撤去するかどうかについては、韓国銀行、ソウル市など関係機関の意見を聞き、文化財委員会審議を経て結論を出す問題と答えた。問題の提訴版は、1909年に設立された韓国銀行旧本店に属していて、文化財保護法上、現状変更を行う場合には関連手続きを踏まなければならない。争点は、提訴版が本当に伊藤博文の直筆かどうか、もし直筆の場合には撤去するかどうかということだ。これに関して、韓国銀行は文化財の現状変更を要請する条件が整えば、撤去申請を検討することができるという立場だ。とのことです。あかん。日本に併合されたということで暴走する人たちが、併合反対派の伊藤博文を悪人扱いするっておかしな話です。韓国銀行の提訴版が伊藤博文の直筆なんじゃないか、という指摘は数年前からあったみたいです。この問題を発見したのは、民族問題研究所という市民団体。貝塚伊吹が、日本の遺物だとして、すべての学校から撤去するように求めたり、校歌の作曲者が、親日旗として変更を求めたり、親日派のレッテルを貼った人物のお墓の前で大騒ぎしたりする人たちです。彼らに反抗するような真似をしたら、即刻親日派のレッテルを貼って攻撃してくるので、誰も文句を言えません。問題の礎石は、1909年に建てられた韓国銀行旧本店とセットなので、旧朝鮮総督府と同じように爆破解体したらいいんじゃないかなって思います。ほんで、韓国文化財庁のホームページの史跡説明には、我が国の経済収奪のために日本が設立した中央銀行で、提訴版には伊藤博文の文字が書かれていると紹介しています。日本は当時の国家予算の6分の1を朝鮮半島につぎ込んで、インフラ整備、教育の充実、医療の整備などいろいろ頑張ったのに、中央銀行の設立は経済収奪の目的だったと言われるって悲しいですね。こうなったら、日韓併合時代に日本人が作ってきた全ての社会インフラを完全に取り除いてほしいです。一度始めたことは、最後までちゃんとやり通してほしいですね。こちらが韓国の反応です。伊藤博文の文字に保存するべき価値があるのか。良い歴史だけを残し、悲しい歴史は覆い隠すのが歴史歪曲ではなく何なのか。台湾は、日本が残した総督府を、そのまま、現在の政府庁舎として使用すると言っていた。未だに、104年前の屈辱を克服できない。たとえ、日本の遺物を全部壊しても、自尊心が満足することはないだろう。撤去した方がいい。撤去するのであれば、1912年に日本が作った韓国銀行旧本館も壊すのですか？きれいさっぱり壊して、その場所に公衆トイレを建てましょう。撤去することが正解なのですか？悔しくても、これが韓国の歴史であり、何をしても消すことはできない。像はあちこちに建てるけど、苦しかった植民統治の歴史的な証拠をなぜ破壊するのですか？痛い歴史だが、その時代を生き抜いた我々のおじいさん、おばあさんがいる。その方々もいない人として扱うのですか？歴史を忘れた民族に未来はないというくせに、どうして歴史を消そうとするのか？大韓民国の鉄道とトンネルは誰が作ったと思いますか？そのまま案内文をつけて、歴史の記憶として残してほしいです。恥を隠すために、歴史的証拠や資料をなくすことは、歪曲した歴史を後世に伝えることになる。歴史を通じて、過ちを反面教師にしよう。礎石だけ撤去するのではなく、韓国銀行の建物も撤去すべきだ。旧ソウル駅を筆頭に、日本統治時代に建てられた建物が、まだ一つや二つではない。最後まで見てくれてありがとう。意見や感想をコメント欄で聞かせてくださいね。チャンネル登録よろしくお願いします。